ご明察です。ちょいとした余興、サプライズパーティーのつもりだったんですよ。あいつは最初から全部分かってたんだろうな。途中までは確かに私も騙されてたわ。偽の真相、圭一さんを死なせてしまったのはドアを破ったキョンたちだってね。でも気づいたの。ナイフを心臓に突き刺すぐらい勢いよくぶつかったらドアに多少のへこみや傷ができてていいでしょ。なのにドアには傷一つなかったわ。気づいたのは俺だかな。しかしドアが頑丈なものだったのかもしれない。それだけでは疑う理由には足りないんじゃないか。おかしなことはまだあるの。小泉君と荒川さんが会った時のことよ。久しぶりって言ったでしょ。1週間前雇われたばっかりで初対面のはずなのにこの挨拶は変じゃない。仰せの通りでございます。それに気づいたのも俺だ。さらに圭一さんの部屋に駆けつけた時のことよ。小泉君はまっすぐ圭一さんの部屋に行ったでしょ。どうして部屋の場所を知ってたの。この別荘には初めて来るようなことを言ってたのに。失態でしたね。一度ならず二度までも。だが知っていても不思議ではない。君たちが知らないうちに確認していたのかもしれない。確かにね。でも決定的だったのはキョンが台所で見た食事。キョン説明して。その場に私はいなかったから。俺たちの中でナイフとフォークを使って食事をするのは圭一さんだけだ。無論荒川さんがナイフとフォークで食事する可能性もゼロじゃない。だが問題は人参が残されていたことだ。それであれは圭一さんの食事だったんじゃないかと思い当たったのさ。これらのことを総合的に考えて出てくる結論は一つ。すなわち圭一さんは生きている。